はい、皆さんこんにちは、榊アトシでございます。8月24日月曜日のですね、10時半回りました。だいぶね、なんていうか一時に比べたらね、暑さは和らいで、今日はね、冷房入れてませんよ、ほんまに。扇風機だけでやってます。それでも全然暑くない、暑くないとは言わへんな、言わへん。あの、大丈夫、冷房かけんでも大丈夫というレベルです。日経新聞日本経済新聞見てましてですね、昨日出た記事だと思いますけども、これやねえ、あ、これか、8月20、あ、今日ですね、今日24日の2時未明ですね、出た記事でございまして、マスクなど、ちゃうのようにしました。日経新聞ですね、23日、昨日ですね、昨日の20時26分に出た記事でございます。中国豪の農産品狙い撃ち、南シナ海など批判牽制という記事でございます。ちょっと読んでいきましょうか。シドニー松本文、歴史の史っていう字、一字名前読めへんわそんな北京、野種野原の脳にね、主っていう字、なんて読むねんこれもうルビー振っといてえな、ほんまに。松本歴史の C さんは、これ多分アヤでしょうかね、女性でしょうかね、はい、お会いしたことないですけど。中国がオーストラリアからの農産品輸入を制限する動きを強めている。食肉や大麦への、大麦でいいんでしょこれ、なんか別の読み方ありましたっけ、大麦への規制に加え、18日には豪産オーストラリア産ということですね、ワインを対象に反ダンピング不当連売調査も始めたと発表した。豪州が新型コロナウイルスをめぐり独立調査を求めたことで高まった両国の緊張は、香港や南シナ海問題も背景にさらに激しさを増してきた。ファイブアイズ5カ国の輸出額に占める中国の割合という、 こうグラフが出てるんですけどね、出所世界銀行など2018年、豪州はですね 30% 超えてますもんね。ニュージーランドは 25% ぐらいですか、アメリカはこれ7か8、イギリスは6ぐらいですか、カナダは4ぐらいですかはい、つまり豪州は際立って高いですね、輸出先として、中国が。それに対して中国がちょっとでもこうたらへんって言ってる、またいやらしいですねほんまにね。もうちょっと言いますね。当落している豪産ワインは、各国政府からの補助金を受けていない豪州のバーミンガム貿易観光投資省、大臣のことですね、は18日中国の発表を受けてこう述べた。リトルプラウド農村、リトルプラウド農村ってなんか面白い名前ね、リトルプラウドって君の村から生まれたみたいなまあええわ。リトルプラウド農村も、農商って言うんですかね、これは豪産ワインが不当連敗されているという主張は受け入れられないと声明を発表した。豪州側には焦りがにじむ。中国は5月に検疫上の理由から豪産食肉の輸入を一部停止、直後には豪産大麦の価格は不当に安いなどとして 80% 超の追加関税を課すことも決めた。豪金融関係者の試算によると、6月の中国への大麦の輸出額は前月比 98.7% 減の約109万5ドル、約8300万円に急減。食肉も6月の中国への輸出額は前月比で 22% 減だと。これね、何かと言いますとね、もういっぱいあるんですけど、もう長いんでこれでやめますけど、最近豪州オーストラリアと中国のこう外交の関係がよろしくなくなってるんですね。発端はですね、
中国がですね、オーストラリアのさまざまな分野に食い込んでいてですね、いわゆるまあパンダハガをいっぱい作ってたわけですよ。こいつもこいつもこいつもって、政府の主要な、ね、政治家とかがね、お前もパンダハガやったんかっていうのがバレたりとかですね、でまあ、ちょっとスパイみたいなことしてそれがバレたりとかしてですね、で急激にこのオーストラリアの国内の世論がですね、中国怖い国やで、ちょっとやらしい国やでっていう風に固まってですね、そのどう言いましょう、まあ、中国を排除するような動きが出てきてたんですね。でちょうどその頃ですね、コロナも起こりの、米中対立も起こりのでですね、急激にその中国に対する警戒感を強めてきたわけですね。それに対する中国の嫌がらせなんです。で実はですね、オーストラリアから中国に輸出している最大の輸出品っていうのは、こんな大麦とか肉もまあ確かに大きいんですけども、一番大きいのは鉄鉱石とね、石炭なんですよ。それが輸出品目としてはかなり大きな割合を占めるんです。それに関してはね、中国はね制限してへんわけです。なんでか、他から買えへんから他から買えないから、要は中国から買う、じゃあオーストラリアから買うしかないんですね。でその他のね、こんなね大麦とかね肉でもね、アメリカから買うたらええやんっていう話を、ブラジルからも買えるし、大麦も別にどこから買うでもええやんっていう、そういうことでね、単に嫌がらせをしてるんですよ。これしかしね、いつもそういうことなさるんですけども、なんていうか、いつもいつも思うんですけどね、それしたことによるねメリットとね、生じるデメリットをどういうふうに考えてんやろうなと思うんですね。例えば去年の今頃ですね、日本はお隣さんへの輸出管理の強化というのを行ったらですね、途端にジャパンボイコットとか言うて、お前のとこなんか行ったらへんっつって、観光客来なくなったでしょ、インバウンド来なくなったでしょ、お隣さんから。で日本のもんなんかつこたらへんって向こうの中でシャットアウトしたでしょ。そのことによってお隣さんにどういうメリットが生じてるのか、でどういうデメリットが生じてるのかって、冷静に考えたらね、別に多分デメリットの方が大きいんちゃうのと思うんですけど、まあそれでもそういうことをやらかしてしまうわけですね。まあ愉快の隣さんは我々に対して特別のこのなんていうか、こう憎悪の感情を持ってるんでね、それはもうしゃあないなと思うんですけど、中国みたいな大きい国がね、オーストラリアみたいな国を相手にね、こんなワインこうたらへんとか肉こうたらへんとかってやってね、大麦こうたらへんとかってやって、何のメリットがあるんやろうと確かによそから買えるかもわからんけどと、少なくともね尊敬はされませんね。昔々、中国の反体制のなんとかという人がノーベル平和賞をもらいそうになった、もらった時に、中国がノルウェー政府にですね圧力をかけるために、お前のところの鮭なんか、鮭って言ったらサーモンか、こうたらへんとか言って構わへんかったんですね。要はそのノーベル平和賞を出す事務局がノルウェーにあるんで、ノルウェー政府に圧力をかけたらそれを阻止できると考えてたわけですよ、考えてたわけですね。そんなわけないやんって、あれはノーベル賞委員会が出すもんであって、ノルウェー政府はまあたまにそこに国内にあるというだけの話であって、介入しないわけでしょ、当たり前やそんなんと。僕らから思ったらそれは常識なんですけど、ああいう全体主義の国から考えるとね、そんな国に圧力かけたらどうでもなるやんっていうふうに思うわけですね。ほんで持ってる主義は手段はないやねんって、よっしゃ物こうたらへんってなるわけです。いやなんていうか、それをやってね、そのじゃあノルウェーの人たちは中国に対してどう思ったかっていうのを考えてみたらええんちゃいますで別に多分今やサーモン凍ってると思いますから、一時だけのことでしょう。でもやられた方覚えてますからね、やった方は忘れるかもしれませんけど、ああ中国ってそんな国なんやと思うわけでしょう。少なくとも敬意は持たれないですね。だからね、これもこうやってやってはりますけどね、中国はオーストラリアに対してガン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 って、でやっぱりその鉄とか石炭を輸出してる人はね、どうでもええやんと思ってるけど、ワインなんか売ってる人とかね、食肉の業者さんとかって嫌でしょ、まあ、何やそんなとこなんと思って、オーストラリアの肉って確かにあんまり美味しくはないですけどね、僕が食べてみて思うのに、安いですけどね、まあでも今度ね、なんか中国が困ってね、どうせ食糧危機来ると言われてますからね、今年の終わり頃に、その時にちょっと余計に輸入してんけど売ってえなとか言った時に、売ったらへんとか言われるかもわからんやん。まあオーストラリアってそういう国ではないとは思いますけどね、あるさかい売ったるっていう国やとは思いますけども、でもね、もう余計なことやってんなという気がしますよね。であんまり上手じゃないですよね、やり方が。
そういうこうなんていうか分かりやすいことをやるよりももっとね、わかじわじわと大人のやり方をしたらいいのにと思うんですけど、あの愉快なお隣さんもね同じですけど、まあやることが分かりやすくて子供っぽくて、でしかもそのなんていうか意図する効果っていうのはほぼ得られてないっていうか、ブーメランみたいに自分に返ってきてるようなところがいっぱいあんのちゃうのという事象でございますね。あの貼っときますんで皆さんよろしければ読んでください。はい、どうもありがとうございました。